もお疲れ様でした。今日はありがとうございました。ご感想ありますか？ご感想ありました。ありがとうございました。ご感想ありましたらよろしくお願いします。聞く方についてはそのリズムとかシラブルとかつぶつぶ感とかっていうのは結構なんか理解できて分かるようになったと思うんですけど、話す方はまだ自分で全然喉でできてないなっていうのが分かって、でも指摘されてもなかなか喉でのやり方をつかめなかったなっていう感じです。でも笑っていったら結構いい感じがしたんですかね。やっぱり緊張してしまっているのかもしれないですね、うん、喉が。で僕は授業中に「え」みたいな感じ、「え、口をこういうふうにやってください」って言ってるのも、笑ってる時にいい音が出てますよっていうのも共通点がありますよね。笑った時ってこういうぐっとこう緩み方向というか、それがこういう感じなんですよね。はい、で、今日「あいうえ」を言ってくれる時の練習として「え」を「え」を3回言って「あ」を言ったっていうのがありましたが、あれちょっともう一回一緒にやってもらっていいですか。はい、あで、その絵の、絵の笑った感じ、首の奥もそのようにふわっと開いた感じで、いい。だと言いにくいですよね。いいって言いにくいのは、やっぱり首の、日本語的に言うと首の奥の方の感じが、あ、い、う、え、おとちょっと違うと思うんです。それを英語ではできるだけ同じにして、同じにしてというかね、開いたままで、いい、何でしたっけ。そうそうそう。何でしょう。そうですね。それから笑いながら練習してもらったのも再現したいんですけど、いいですかね。笑いながら、例えば、Have a great day。これは220ページですね。Have a great day。Have a great day、うん、するとなんかこう音色に感情が乗ってきて、ただ単に笑ってるからということではなくて、ふわっとこうね、喉の奥がいい感じで開いてね、笑いながら I'll catch you later、 I'll catch you later、 いいですよ今のなんて、すごいいいですよ。後でこれ聞いてみてください。 See you later、 See you later、 Later のとこね、 Later、 Later、 そうそう、 Bye、 See you tomorrow、Bye. See you tomorrow. いいですよ。Do you have a plan? Do you have a plan? いいですよ。Have. Have. Do you have a plan? Do you have a plan? For the weekend? For the weekend? いいですよ。I'm going to. I'm going to. My parents' house. My parents' house. いいですよ。Parents の R の時にね、まだ舌がぶわーっと動いてる感じがするので、首の根元で、parents house。parents house。はい。pair、例じゃなくて、りって感じなんですよ。り、り、parents。parents。はい。my parents house。my parents house。うん。that's a great plan。that's a great plan。that's a が聞こえなかったんです。英語の喉、また明日。